画像募集中、ジル・ドメイリーは、フランスの科学者、政治家、男性。フランス北部のパイコールドカレー兼、ベルロイコールボア出身。2008年、アミアン市長に就任した。ジル・ドメイリーは、等科学の研究で、国際的に知られている科学者である。2001年からは5年間、ピカルディジュール・ベルヌ大学の学長を務めた。2008年、 フランス北部のアミアン市長に就任。アミアン大都市圏連合の市長も兼務している。元は共産党に所属していたが、1986年以降は社会党に所属している。教育功労省オフィシエの受賞者である。ジル・ドメイリーは社会階層の低い家の出で、1949年2月10日、6人兄弟の上から2番目に生まれた。親は、 農業労働者だった。彼は、アラスのロベスピエール高等学校に入学した後、アミアンにある、ルイ・トゥイリエ高等学校の科学特別進学学級に進んだ。1972年、ストラスブール国立高等科学学校で技師の資格を取得し、ついで、ストラスブール・ルイ・パスツール大学で、第三家庭の科学博士課程に進み、1980年2月、 国家博士課程を修了した。ジル・ドメイリーは、当初、1973年10月から1984年11月までは、ストラスブール国立高等科学学校で助手を、務めていた。1984年、ピカルディジュール・ベルヌ大学の理学部教授に指名された。1985年からは、有機科学実験室の共同室長と理学部の、 科学学科長を務めている。1991年、ピカルディ大学布設教員養成研究所を設立し、5年間、所長を務めた。ついで1999年、炭水化物研究実験室を設立し、2000年から翌年まで、その室長を務めた。理事会の副会長を2年間務めた後、2001年5月、 全学長のベルナールリスブールの死去に伴い、ピカルディジュール・ベルヌ大学学長に選出された。彼は、5年間、学長を務めた。科学的、文化的、職業専門的な公共施設評価全国委員会では、専門委員と顧問を務めており、ピカルディ大学布設教員養成研究所に関する、同委員会の報告書の作成に貢献した。等科学の研究で、 国際的に著名な人物であり、単糖類及び糖アルコール類の異なるヒドロキシルキガン有機について相対的反応性を研究している専門家である。ジル・ドメーリーは1973年から1983年までは共産党に所属していたが、1986年以降は社会党に所属している。 1995年3月、市議会議員に当選し、野党議員として活動していたが、2001年6月、ピカルディジュール・ベルヌ大学の学長選挙のために、辞職した。2008年の市議会議員選挙では、サハ連合左翼急進党、共産党、共和国市民運動から、緑の党の候補者名簿の筆頭者となったが、知名度が低く苦戦するものと見られていた。 実際、2007年12月に実施された世論調査では、知名度は51%、好感度は23%、決選投票における支持率は40%に過ぎなかった。しかし、2008年3月16日に行われた決選投票では、予想に反して広く支持を集め、ジルド・ロビ安全市長に対して56.21%の 票を獲得し、12.42%の差をつけ、勝利した。勝者である彼は、同年3月21日、アミアン市長に選任された。同年4月10日には、アミアン大都市圏連合の市長の地位を引き継いだ。ありがとうございます。